やっほー、モア兼ドビのカダです。せーの、オダです。ニジプロ2男子始まりましたね。始まりましたね。見ました。見ました。なんかさ、ニジプロの1個目のやつ見てないからうんうんうん、なんかだいぶ今更な感想とかも多分結構多いと思うんだけど、うんうんうん、とりあえずさ55分っていう短さがさ、なんかあの見る前のなんかさ、うん、なんかあの負担なく見れるよね。あ、分かる、準備がね。そう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 、うん、そうそうそう、なんかあの他のねオーディション番組長めじゃん。ほんとそうね。えねえねえねえ、うん、あとねやっぱあの日本語なのが見やすいというか、なんか何が違うのか何も気づけなかったけど、うん、なんかあの編集の感じとかどこかしらすごいなんか日本の番組っぽくって、なんか、うん、あのなんか安心感があるあの感じ、なんか確かに見やすいかも。ねえ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 、うん、そう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 、ちょっとあのね普段韓国のやつだとさ韓国語聞いたり字幕読んだりっていうのになんか結構気が取られがちだから、うんうんうん、その分ではなんか見やすいというか、なんかあの精神的負担が少なくて、なんか精神的じゃないか、肉体的か、それ肉体的不安が少なくて、なんかあの見やすい、うんうん、めちゃくちゃそうだね、集中して見れる。うん、でなんかさ、そのなんか1回目の虹プロの時も、うん、なんかあの、うん、ちょこちょこ感想で聞いてた話ではあるけど、うん、なんかあの、うん、JY パークのやっぱ言うことが面白いなと思って、うんうん、なんかそこがなんか評判良かった気するじゃん前回も。そうだね、うん、でもなんか今回私初めて見たけど、やっぱそれがっていうか、そこが面白いんだなこの番組はって思いながら見ておりました、うん、確かに。なんか私もあの20のやつは本当スッキリのやつでちょっと見てたぐらいだけど、うんうんうん、スキズのサバイバルはさ、はいはいはい、がっつり見たからさ、うん、はいはいはい、なんかこの JYP 節みたいなところがあるよね。あるね、あるんだなと思って、うん、それがなんか面白かった、うん、ね、でなんか明るくて元気なエネルギーを持っている人を探してますって言ってて、あ、私的に勝手にすごい、うん、あ、JYP っぽいなって。え、めっちゃわかる。ねえねえねえ、わかるよね。うん。うん。うん。って思って、面白かった。全体的にすごい面白かった。なんかさ、まだ全然始まってないけどさ、うん。NCT のオーディションと多分全然違うものになりそうじゃない？確かに確かに。それはそれで面白そうだね。うん、どんだけ違うかというか。ね、あそこはだってさ、ああいう、なんか いろんな人が出てくる感じだったもんね。うん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 、こっちはこうもうやっぱ JY パークがこう ねやってく感じで面白い。確かに、うん、ね、そう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 、なんかさ、そう今それ小田さんに言われて思ったんだけど、なんか途中にさ、うん、なんかやっぱなんかプロデューサーとか会社によってなんか追求する方向も違うし、うん、なんか選ぶ基準も違うからみたいな、うん、なんか話、うん、J.Y. パークがなんかしてて、はいはいはい、なんかその時になんか、なんか自分はなんか自然さをなんか求めてるみたいなことをなんか言ってた時に、うん、確かに本当に会社とかさ、うん、なんかコンセプトによって全然求められてるもん違うからさ、うんうんうん、あれだよね、そのなんかいろんなオーディションによって、うん、なんか評価されるポイントとか全然違いそうだから、うん、確かにそれはそれで面白そうだなと思った。うん、いや、面白い。ね、面白いね。私さ、やっぱ JYP 好きだからさ、うん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 。なんかその、ほんと JYP らしい子がいっぱい集まってるなっていう。うん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 。なんかあの、社訓がさ、はい。真実、誠実、謙遜じゃん。あ、そうなんだ。謙遜も入ってんだ。すごいね。うん。なんかそれを、はいはいはい、再現できる子みたいなさ、本当ワンちゃんじゃないけどさ、はい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 、なんかああいう子がさ、やっぱ JYP っぽいなって思いながら見てて、うん、うん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 、で
一人目の子からいきます。はいはいはい、山口、山口くん、はいはい、可愛かったね。めっちゃ可愛かったね。結構ビジュアル好きだった。うん、小田さん好きそう。あ、そうそう。14歳ね、若いな。ねえ、でもなんかさ、なんか J.Y. パークが、なんか何々って分かりますか、うん、っていうたびに、うん、分かりませんじゃなくて教えてくださいって答えてて、うんうん、なんかあすごいなと思った。ねえ、あの答え方、うん、さすがよ。うん、なんかさすがだなと思った。うん、私も今度から使っていくわ、どっかで。いや、分かる。使おうと思った。ねえねえねえ。いいよね、こうなんかあの意欲が見られる感じがしてすごい。そうそうそう、すごいいい答えだ。場所あるかどうか、私が意欲を見せなきゃいけない場所が今後あるかどうか分からんけど、今度からあれ使うわ。あれちゃう。なんかこの子さ、うん、いやなんかまあ全体通してだけどさ、うん、磨けば光りそうっていう感じじゃない？確かに確かに。なんかスタイルすごい良かったし、うん、そうだねそうだね、うんうん、確かに、まだ練習生、まだあの練習生じゃない子たちはさ、だいぶこう原石な感じの子たちが選ばれてる感じだったもんね。ね、うんうんうん、いや本当ね、うん、なんか演劇やってたって言ってたよね。言ってたね言ってたね。うん、いやそうだからさ、やっぱ J.Y. パークの言うことってさ、一個一個さ、なんかあの、なんとなくは分かってるけど、うん、なんか言語化するの上手だなって思ったっていうか、うん、なんかあの劇、うん、そう、なんかアイドルとなんかあの劇の人の違いとかも、うんうん、あ、確かに言われてみたらそうかもみたいな。そうだね、カメラを通してる、うん、と言ってたね。そう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 。うん。うん、なんかそういうのすごく分かりやすく言語化して教えてくれるから、なんか親切、うん、親切だなと思って聞いてた。わ、うんうん、かる。うん。さ、いきなりさ、この子新メニューやったじゃん。はい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 。ああ、やっぱスキズやるんだって思って。てかさ、スキズと 2PM ばっかりで言い方欲しいけど、やっぱりちゃんとスキズと 2PM が抑えられてんだなと思って。そうそうそう思った。次。行く？はいはい。大塚くん。うんうんうん。いやーこの子もさ、うん。やっぱ性格の良さがさ、うん。もう本当に作ってないいい子みたいな感じだったよ。確かに本当そうだね。うん。楽しみだよね。こういう感じの子。うん、なんか JY。パーク好きそうだったよ。そうなあの確かに確かに好きそうだった。うん。そう。確かに。あとなんかめっちゃラップの声が良くて。ああ。しかもなんか 2PM 歌ったじゃん。うん。なんかあの一番最初の入りが本当あの 2PM のあの曲のあのラップの感じにすごいなんかマッチしすぎててちょっと一瞬びっくりした。うん、すごいよね、なんか独学って言ってたじゃん。うん、この子あれよね、お母さんの元に生まれたことがみたいな。うん、すごいよね。いや言えないよね、10代でさそれを持ってる子ってすごいよね。あ、うん、って思うわ。あ、本当応援したくなっちゃうな。単純だけど。うん、でも分かる分かる。うん、なんかこの子もさ髪型とかなんかさ、うん、自分で切ってるのみたいな髪型してたからさなんかすごいうまくやったらめっちゃかっこよくなるんじゃないかな。確かに確かに、全然まだまだ化けそうな感じあるよね。うんうんうん、そういうの超面白い。面白いね。うん、で次が富安くん。はい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 。うん、
この子はどう？この子、ね、この子もあれだったね、2PM とスキズですごいしっかり、うん、ね、だったけど、なんか、そう、この人どうなのかなってちょっと思ったんだけど、なんかその、うん、J.I. パークが、なんかこれからどれだけ上手になるか楽しみみたいな、うん、なんか自分が教えたらこう、うん、教えてみたいみたいなことを言ってたのを聞いて、うん、あ、まあ、なんかそれで楽しいだなと思った。そうだね、なんかさ、うん、ちょっとさ、やっぱ、芸能やってたかわかんないけど、ちょっとさ、他の参加者に比べると、すれてる感じあったじゃん。JYP っぽくないっていうか、ちょっと、うん。うん、でもさ、なんか、やる気がありますかみたいな、なんか聞いてさ。はい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 。ね、ほんとそう、どう変わっていくんだろう、みたいな。ね、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 この子はその辺。この子、というか、ここまでの3人は、うん、このオーディション通して、どう変わっていくのかが楽しみだなっていう感じ。うん、うん、確かに。だね。よくできてる。うん、ね、確かによくできてる。うん、でなんかビジュアルはさ、この子人気出そうな感じだよね。あ、そうだね、そうだね。普通にやっぱ、うんうん、いい感じだよね。イケメン。うんうん、イケメン。うん、で、次からが練習生だよね。うん。ていうか、日本人でもさ、JYP の練習生っていっぱいいるんだね。ねえ、思った、うん。みんなさ、韓国にいるってこと？そんな、ね、中学生とかなのに、高校生とかで。ほんとそれね。すごいよね、うん、しかもやっぱあそこの事務所の中にトレーニングセンターあるんだと思ってさ、なんか、いや、なんかさ、うちらさ見た時さ、うん、いっぱい出てきたじゃん、うん、いっぱい出てきたなんかあそこにいたのかなみたいな、なんかどっちかっていうとさ、芸能事務所っていうよりなんかダンス教室の建物みたいなぐらいでさ、なんか子供たちいっぱい出てきたもんね。この結構夜遅くに子供がいっぱい出てきた。そう、ね。あれをすごい思い出した。わかるわかる。私も思い出した。ね、三浦くんかな最初は。はい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 。なんかムードメーカーな感じ。そうだねそうだね、うん。そういう人やっぱいいよね。うん。チームで欲しいよね、ああいうムードメーカー的な人。そうだね、オーディションの中でも結構必要な人材だ。はい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 、そうだねそうだね。うん、っていうかやっぱりここからの2人はさ、なんかやっぱさすが練習生、うん、1年以上練習生だけあるなっていう、うん、感じだったよね。いや、めっちゃうまかったね。ね、上手だったね。うん、そうそうそう、すごいいい子そうだったし。全然ちょっとさ、関係ないけどさ、なんか、ブリッジブこの子歌った、踊ったのか。はい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 。さ、なんか、部屋に来てでさ、なんかすごいちょっと沸いちゃって。日本語バージョン。いや、てかさ、私さ、全曲、ここまでの全曲、うん、これ日本語バージョンあったんだ。私新メニューですら日本語バージョン初めて聞いて、最初何流れたのかなと、なんか替え歌みたいな流れたのかなと思ったら、あ、新、あ、こう日本語かと思って。さ、ウリチブもさ、ちょっと日本語だと結構、うん、あれだね、うん、ニヤニヤしちゃうよね。うん、ニヤニヤ、ずっとニヤニヤする。歌すごい前、ダンスも前でさ、部屋に切ってって。ニヤニヤしちゃう。いや、なんかさ、何なんだろうね。いや、いつも思うけどさ、なんかその、あれもさ、うん、韓国語の曲、歌詞とさ、別にほぼ一緒でさ、うん、なんか韓国語の時は別になんか、うん、なんていうの、外国語だからそんなになんか、なんならちょっとセクシーな気持ちで聞いてるのさ、うんうん、日本語になった瞬間、急になんかさ、なんかギャグみたいに思える。うん、もうそれ、そっちがちょっと気になった。で、次が上村くん。はい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 。私、この子、一番お気に入りで。うん、私もこの5人ながあったこの子だけやっぱお気に入りかな。うん、やっぱり。うん。でもまあ、なんか、今の時点ではなんか、ね、なんか比べるのも、うん、なんか全員に申し訳ないぐらいさ、まあね、やっぱり練習期間も長いんだろうなっていう、実力があるんだろうなっていう感じではあるよね。あ、そうだね、最長だもんね、うんうん、この子が、うんうんうん、
いやでも本当めちゃくちゃ上手だったし、キャラもすごい可愛くて、うん、そうそう、ね、明るい感じのね、うん、そうそうそう、いやなんかそれのさ、なんかそれで、あ、めちゃくちゃこうなんていうの、実力もあるのに愛されそうなキャラだなと思ったらさ、うん、J.Y. パークがさ、なんか自信があるのに、うん、その自信がわざとらしくないって言ってて、うん、いやなんか本当ずっと言ってるけど、あ、すっごい上手にさあの表現するなと思って、そうだなって、なんか J.Y. パークもすごいなと思って、言語化がうまい、うん、なんとなくこうあの感じてることをうまく言葉にするようなと思って、うん、私はだからいちいちその J.Y. パークのそういう言葉にするところがうますぎて、うん、それになんかすごいやっぱいちいちこう、うん、すごいなと思いながら見てたわ終始。確かに、うん、そうだよね、なんか全然鼻につく感じがない子だったな、うん、ねえ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 、うん、こんだけ上手なのに、うんうん、しかもさ2年7ヶ月ってさ実は結構長いじゃん練習生期間。長い、うん、まあ、だいぶ若い時からやってるから、うん、まださ16歳とかだけどさ、うん、なんかさね、そうなのにすごいいい子そうだから、そうだよね、うん、すごいなって思った。入ってほしいこの子ね、入るといいね。なんかこの子もさ見た目もなんか磨けば光る系な気がする。確かにまだまだかっこよくなりそうだよね。ねえねえねえ、うん、スタイルいいし、スタイル良かったね、色白いし腕長えなと思って、うん、そうそうそう、うんうん、いいね、いいよね、うん、だからやっぱみんな ね、うん、それぞれ、うん、いい感じの子が出てたね、やっぱ。うん、もうなんか全員残っておかしくないみたいな感じだった。っていうかさ、何人ぐらいがこういう感じでさ、あの第三次だっけ、こう審査を通過してるのがなんか分かんなくて、なんかね、まだまだ強者がこれから出てくるのかどうなんだろうね。最終もね、練習生出るっぽいもんね。っていうかさ、これってさ何回やんのかな、なんかだいぶゆっくり進むんだなって第1回目を終わって思ったんだけど、なんかさパート1やって、うん、パート2もやる、第1期第2期みたいな。そうなんだ、あ、じゃあ結構長めにやるんだ。そうだと思う。あ、そうだよね、あ、なんかさ、うん、見てさ第1回目ここで終わってだいぶゆっくりなんだなと思って、うん、そうだよね、うん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 、うん、まあ、でも、ね、ま、見る側からしたら別にこれぐらいの進行速度の方が助かるんだけどね。いや、わかる。なんか他の人に早くない？なんか始まってから終わるまで。そうそう。ち、今いろいろ見てるからさ、逆にね、うんうんうん、あ、そう思うわ。ねえねえねえ、うん。そう。だから、楽しみ。だいぶ、ね、そうだね。練習生もそうだし、私は結構本当、J.Y. パーク、武士がめっちゃ楽しい。初めての J.Y. パーク武士に触れてめっちゃ楽しい。わかる。今更ね、うん、2年越しぐらいで。そうそうそう。多分みんなが、ね、2年前に盛り上がったのはこれなんだなと思った。いや、そうね。私もそう思った。うん。うん。面白かったね。面白かった。うん。でも本当、今週ぐらいからめっちゃオーディション忙しくなるから、うんうんうん、それぞれ楽しみだね。うん、楽しみだね。うん。ニジプロはこれからもちょっと語っていこうと思ってるので、はい。皆さんと一緒に楽しめたらいいなって思ってます。はーい。ではまた次の動画でお会いしましょう。はーい。またねー。またねー。